男のロマンライブ、日本プロレス時代ジャイアント馬場の全盛期を探るシリーズ2の今回は、伝説のアメリカ再遠征時の世界三大タイトル連続挑戦、そして帰国後の日本プロレス絶対エースインター選手権連続防衛時代を振り返ります。1963年10月、日本で旋風を巻き起こしていた馬場は再びアメリカに戻ります。これは馬場がアメリカにいないと自分たちが稼げないグレート統合とアトキンスからの強い要望でした。そしてもう一つ、日本での馬場のスピード出世に嫉妬と危機感を覚えた豊ノ堀との確執もあったようです。豊ノ堀は大木金太郎をけしかけて馬場に怪我をさせる計画まで企てますが、アトキンスに制裁され、逆に左肩を脱臼させられるという騒動まで起こりました。再びアメリカに戻った馬場はカナダのアトキンスのもとに幽閉され、鬼のしごきを受けます。これには真の実力者として世界王者を目指させるという狙いと、馬場がビンス・マクマホンと直接契約するのを避ける2つの狙いがあったと言われています。頑固親父アトキンスのコーチングは厳しいことで知られます。馬場は玄関のカナダでひたすらランニングロープ引きなど長時間戦える基礎体力作りを徹底された。それが自分の基礎になったと後に語っています。そしてこの時期、ロジャースは NWA 世界王座を復帰した46歳のルーテーズに奪われます。王者ロジャースが遠征を嫌い、地方プロモーターからの不満が噴出して NWA は解散の危機にさらされ、それを収めるためのテーズ復権でした。これに反発したビンスらが NWA から脱退、各地に世界王座が乱立します。ロジャースはその中の一つ、ビンスが新設した 3WF 世界王座の初代チャンピオンになりますが、それもすぐにサンマルチノに移動しました。ババとほぼ同期のブルーノ・サンマルチノはイタリア系移民観客を動員するニューヨークの帝王になっていたのです。そして12月、日本で力道山死亡という大事件が起こりました。1964年東京オリンピック開催の年です。力道山が死んでからも日本から何の帰国指示もなく、馬場はアメリカサーキットを続けていました。力道山亡き後、日本プロレスは豊ノ堀、吉野里、吉村道明、遠藤幸吉のトロイカ体制に、そして日プロは介入を恐れてグレート統合と手を切ります。多額の外人招聘報酬を失うことになり、激怒した統合は馬場をアメリカに引き止めるべく、契約金16万ドル、年収27万ドルの10年契約を提示します。当時の27万ドルは現在の貨幣価値なら5から6億円、アメリカのレスラーでも超一流だったとしても年収10万ドルの時代に3倍近い破格すぎる提示金額です。統合の狙いは馬場を手駒にしてアメリカで儲けるだけでなく、将来的には日本マット界の制圧も計画していたと言われています。そして統合とアトキンスは世界三大タイトル連続挑戦を組み、馬場を引き止めます。2月8日、デトロイトオリンピアスタジアムでルーテーズの持つ NWA 世界王座へ挑戦。10月15日、シンシナティーガーディンで再びルーテーズの持つ NWA 世界王座へ挑戦。2月17日、マジソンスクエアガーデンのメインイベントでブルーノ・サンマルチノの持つ 3WF 世界王座に挑戦。馬場がこの試合で手にしたギャランティーは7000ドル。当時のレートで約250万円、現在の試合価値なら2000万円近い破格の報酬です。さらに馬場はこの後2月28日、3月20日、27日には3度にわたってロサンゼルスでフレッド・ブラッシーの持つ WWA 世界王座にも挑戦。これが世に言う1964年馬場の世界三大タイトル連続挑戦です。アメリカマット・ヒロシといえど、こんな偉業を達成したのは後にも先にもジャイアント馬場くらいのものです。日米争奪戦の引き止め工作、グレート統合とアトキンスのブッキング力があってのものではありますが、そうは言っても客が読めなければメインイベントやタイトルマッチをさせてもらえないアメリカマットで、この時のジャイアント馬場には事実それだけの商品価値があったということでしょう。これは生涯馬場の自信となりました。しかし馬場は日本への帰国を選択しました。エース豊ノ堀でチケットが売れるかと、日本プロレスの興行を仕切る山口組3代目田岡組長直々の帰国命令でした。馬場はこの時、日本プロレスでの近い将来のエースの座と力道山に課した借金の返済を約束されたと言われます。
1964年3月、馬場と入れ替わりに猪木が念願の初海外遠征へ。馬場はこの時猪木に選別として700ドルの札束を渡します。後に猪木はあれは涙が出るほど嬉しかったと語っています。この時点での猪木は馬場にとって可愛い弟分でした。そして4月、馬場は日本プロレスに凱旋。翌月には豊ノ堀とのタッグで第11代アジアタッグ王座を獲得。この時点での日プロのエースはまだ豊ノ堀でした。そして馬場は1965年2月、シーズンオフを利用して6週間のロス遠征。この時にペドロ・モラテスの教えでドロップキック32門ロケット砲をマスターします。後のスローモーな馬場さんしか知らない世代は信じられませんが、当時の馬場はドロップキック3連発を平気で放ちました。2メートルを超す馬場のド迫力の飛び蹴りはアポロロケットなどと形容され、必殺技となりました。11月、馬場はディック・ザ・ブルーザーに反則勝ちして、日本プロレスのエースの象徴、インターナショナルヘビー級王座を獲得します。インター王座は力道山がルーティーズを破り獲得したという日本プロレス界の至宝。力道山の死後は力道山一代限りのものとして封印されていました。ところが馬場が凱旋帰国し爆発的な人気を得ると、馬場を力道山の後継者としてインター王座を継がせるべきだという声が起こります。日本プロレスは NWA の了承を得てインター王座の封印を解除。NWA 認可日本プロレスリングコミッション認定のタイトルとして復活させました。ブルーザーとの決定戦で勝利した馬場はルーテイズ、力道山に続く第3代王者に。これは日本プロレスのエース、力道山の正当な王位継承者という証でした。1966年2月、インター王座2度目の防衛戦で馬場はテイズに勝利。それもスコアは2対1です。テイズはこの時すでに50歳とはいえ、決して2フォールを許さないテイズからの完全勝利は力道山でも成し得なかったというより世界でも数少ない偉業。力道山の跡目は馬場を名実ともに確立した重要な試合なのですが、なんと映像が残っていません。馬場は当時50歳でもテイズの強さはものすごいものがあった、全盛期の強さは想像もつかないと述懐しています。鉄の爪アイアンクローからの戦慄の流血が有名な両者の対決。日本プロレス初の日本武道館興行です。日本武道館は1960年10月に日本テレビ社長正力松太郎氏の指導により東京オリンピックの柔道会場として開館。1965年11月30日のファイティング原田対アラン・ラドキンのボクシング、1966年6月30日のビートルズ公演を経てプロレス興行が実現しました。この1966年には豊ノ堀の失脚と追放、そしてアントニオ猪木太平洋上略奪事件、東京プロレスの旗揚げがありました。馬場は世界の超一流強豪レスラーを相手に次々に防衛を果たし、力道山のインター王座連続防衛記録も更新します。春の本場所第8回ワールドリーグ戦で初優勝以降、猪木が初優勝した第11回を除いて V6 を達成し、力道山の記録を更新するなど、馬場は完全に日本プロレスのエースとして君臨しました。1967年5月、猪木が日本プロレスに復帰します。そしてその年の8月14日、大阪球場特設リングで真夏の野外で60分フルタイムでも決着がつかず、さらに5分間延長まで行った死闘、ジャイアント馬場対ジン・キニスキー戦が行われました。キニスキーはこの時現役の NWA 世界王者。大阪球場は2万人の観客であふれ返り、馬場自身も生涯のベストバウトと語ります。10月、馬場は猪木とのタッグでインターナショナルタッグ王座を獲得。 BI4 と呼ばれ快進撃を開始します。日本プロレスは再び黄金時代を迎え、日本は何度目かのプロレスブームに沸きました。これまで5歳下でライバルとさえ思っていなかった馬場が猪木の成長を認めたのは、この年の5月に行われた BI4 対フリッツ・フォン・エリック・アイク・アーキンス戦だったと言われています。
馬場は猪木のエリック相手にガンガン攻めるガッツと負けっぷりの良さを評価しています。しかしこの時点の猪木はまだあくまでも馬場の梅雨払いでした。1968年 PI 法人気に沸く日本プロレスは2月末から毎週金曜夜8時放送となります。力道山時代からこの時点まではディズニー番組との隔週放送で、ディズニーの週のプロレスは深夜枠で放映されていましたが、 TBS のプロレス中継が始まるとそれに対抗して毎週放送となりました。6月25日馬場は愛知県体育館でボボブラジルに1対2で敗れタイトルを失います。しかし2日後の蔵前国技館へのリターンマッチで馬場は伝説の32問ロケット砲3連発でタイトルを奪還します。当時を知る方の間ではブラジルに敗れるまで1965年から68年のインター王座連続21回防衛までがジャイアント馬場の全盛期という見方があります。その対戦の顔ぶれはご覧の通りです。ディック・ザ・ブルーザー、ルーテーズ、キラー・カール・コックス、ゴリラ・モンスーン、フリッツ・フォン・エリック、バディ・オースチン、ブルーノ・サンマルチン、ザ・デストロイヤー、フリッツ・フォン・エリック、ジン・キニスキー、アート・ネルソン、ターザン・タイラー、クラッシャー・リソワスキー、キング・ヤウケア、ディック・ザ・ブルーザー、ジェス・オルテガ。ところどころ力道山時代のベテランも混じっていますが、そうは言ってもしなべて世界中どこでもメインを張れる、文字通りトップクラスのすごい顔ぶれです。続く第3回では最終回、1968年から72年、馬場猪木二強時代から全日本プロレス旗揚げまで、そして両者のプロレス感の違いについて掘り下げます。ご期待ください。